こんにちは、みほどけです。ナム。さあ皆さん、お盆休み真っ只中というところでしょうか。いかがお過ごしですか。さあ今日はお盆について、日本人なら知っておきたいなーという話をお話しします。お盆ってだいたい8月の13日から16日にかけてあります。まあ新暦にのっとって7月13日から16日っていう地域も、まあ東京とかねあります。でまずそのお盆の時期は一体何をすればいいんですかということですね。まあ皆さん実家に帰ってお墓参りをしたり、仏壇にいろいろお供え物をしたり、お坊さんを呼んだりしているかもしれませんが、お盆にすることはだいたい仏壇の掃除、少量棚の準備、迎え火、送り火、少量馬、少量牛の準備、そしてお坊さんにお経をあげていただく棚行、お盆のお墓参り。もっともっとあるところもあるし、地域差だったり宗派によっての差はありますが、まあしっかりやろうと思うと大体これぐらいあります。仏壇のお掃除はもちろんご先祖様の供養ですので、ご先祖様が眠るお家の仏壇はしっかりきれいにして差し上げましょう。そしてこの少量棚、これはお盆の時だけ登場するご先祖様お迎え専用スポットです。そこをお家に作ることで、ご先祖様、はい、こちら帰ってきてくださいねというスペシャルシートを家にご用意するんですね。でもそこには例えば、まあ、外場とか家とかを建てるのはもちろん、果物、お野菜、お菓子っていうお供え物をたっぷり置いたり、精進料理を並べて食べてくださいということでおもてなしをしたり、提灯、とっても綺麗なお盆の提灯、キラ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 っていうのを飾ってこうおもてなしをしたりするわけですね。そこに少量馬、少量牛というのを飾ります。これはキュウリとナスで作るのが多いですね。キュウリにはちょ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 と割り箸で足を刺して、これで馬を表すんです。ご先祖様がお家に帰ってくる時のご帰宅用専用車です。この馬に乗ってパパパーと急いでこの居心地のいい実家に帰ってきてくださいなっていうことですね。そして少量牛、これがお送りする時の、まあ帰る時ぐらいのんびり帰っててちょうだいよということで、ナスに4本足をつけて作ります。牛さんでのらりくらりと思い出話でもしながら、皆さんご先祖様向こうの世界へお帰りくださいということですね。はい、この少量馬、少量牛を、まあ、玄関先だったり少量棚に載せます。だから少量棚はすごい豪華なことになりますよね。そしてそこでお坊さんにお経をあげに来ていただきます。ご先祖様、こちらにいらっしゃいましたね。さああなたがよりよく、まあ、あのご供養されるようにお経をあげて差し上げましょうという、まあ、親族とお坊さんのおもてなしです。まあ、これが少量棚の前であげるお経なので棚行と呼ばれたりしますね。そして迎え火と送り火を入れます。これはあの少量馬のお迎え用の馬、お送り用の牛っていうのと似てて、お迎え用の火、はい、ご先祖様、ご帰宅はこちらでございます、こっちに帰ってきてくださいっていう目印の明かりと、最後の送り火は、はい、ありがとうございました、気をつけて帰ってね、我々また来年待ってるからねっていう意味の明かりです。あの送り火でいうと京都の大文字焼きとかが有名ですよね。あとはいろんなところではお盆で使った提灯を流す流し灯籠とかね、あとお供えしたものを海とか川に流すとかいう、いろんな行事がお盆では多いかなって、地域ごとにいろいろ伝統行事があるのかなと思います。そして最後お墓参り、これもちろんご先祖様供養の場所ですのでね、まあ今一応ご先祖様は家にある仏壇だったり少量棚にお迎えはしてますけども、お墓にお骨が眠ってると思うので、そこも綺麗に掃除してあげて、お花飾って煙を焚いて、さあご先祖様ありがとうございます、おかげさまで健やかに生きれてられますよっていうことを伝えてあげるっていう供養もあります。これまでしっかりやって意外とお盆ってやること多いですよね。あと最後これも大事、親族みんなでご飯を食べます。はい、これもね、生きている人同士が親族の絆を深めるっていうので、田舎だと盛大にやるんじゃないですかね。まあ、今年はちょっとそうはいかないと思いますが、私の母親の田舎の大分県ではもう盛大にやってましたね。親族一度みんな集まっていろんなもの食べてお酒飲んで、うん、おじいちゃんおばあちゃんも、ひいおじいちゃんひいおばあちゃんもこれで寂しくないかなっていう、はい、さあということで、じゃあお盆の起源についてお話します。お盆とはドン裏盆というのが正式な名前です。裏盆会と書いて裏盆へ、そういう法要をあげるのがお盆です。この裏盆というのは実はインドの古い言葉で裏バーナという言葉が由来なんですね。裏バーナとは逆さずりの苦しみという意味なんですね。お盆って意外とちゃんと読むと
逆さずりの苦しみって意味だったんですよね。なんでこんな言葉がお盆になって今我々が先祖を供養するための行事になっているのか。はい、ここに重要な人物がいます。それは釈迦の十大弟子というお釈迦様が直接教えた弟子さんの中で最も優秀だった10人の弟子、この中の2番弟子にあたる木蓮さんというお坊さんがお盆の生みの親なんです。木蓮さんはすごく頭が良くて、修行を積む中で悟りを開いてとある力を手に入れました。それは超能力が使える。これ超能力を使うっていうのは、インドの古いお坊さんたちはお釈迦様と共に修行するとものすごい力を得ることができたっていうことですね。神通力と呼ばれています。木蓮さんはこの超能力を使って、例えば仏教教団に襲い来る、まあ、他の敵をこう悟したり、敵を退けるのに使っていたともされています。そこで木蓮さんは超能力を使って亡くなってしまったお母さんに会いに行くことにしました。あの美しくてお優しかったお母様どこにいるかしらと、仏様の世界を探しに行くんですね。ただそこにはお母さんいない。あれどこどこどこ探してもいない。待てよ、もしやと思ってガキ道地獄の世界を見に行ってみたんです。するとそこには痩せ細って変わり果てたお母さんが苦しんでいらっしゃったんですね。あーかわいそうに、ということで食べ物をはーいってあげても、口に入れる直前にボッと火が出て、はいお水どうぞって言っても口に入れる直前にボッと火が出る。木蓮の持ち前の超能力をもってしてもガキになってしまって、痩せ細ってお腹ポッコリ出て首が針のように細くなっている、そんなガキのお母さんには何もする手立てがなかった。オーマイゴッド、なぜお母様がそのガキの道に落ちてしまったかというと、お母さんとっても美しくてお優しい方だったんですけども、息子のことを愛しすぎてたんですよ。あの修行する方にね、ご飯だったりお水だったりを分けるということが修行していない方のお布施としてよくやられていますが、木蓮のお母さんは木蓮が可愛いあまりに自分の息子にばかり優しくしていたんですね。お水を与える、ご飯を与えるのは息子ばかり。目の前にお水が欲しいよって言ってる人がいてもあげない、ご飯が欲しいよって言ってる人もあげない、息子にお布施をすることばかりしていたせいでお母様は地獄に落ちてしまってたんです。ああこれどうやって救ったらいいんだ、ということでお釈迦様に相談します。するとお釈迦様は、雨季が終わって修行を終えて出てくるお坊さんたちがいます。その人たちに、あなたは分け隔てなくたくさんのご馳走とたくさんのおもてなしをしてあげてください、と言ったんです。そこで木蓮は、雨季が終わり修行が終わるお坊さんたち、そして生きとし生けるもの皆さん、またまた亡くなった人皆さん、地獄で苦しむ人皆さんにご馳走をたくさん与えて、お経をたくさん唱えて施しをしたおかげで、お母さん気がついたらふわっと仏様の世界に行くことができたんです。いや、そうやって木蓮がいろんな人に分け隔てなく施しをしたっていうこのお話が元となって、さらに日本のご先祖信仰、日本ではご先祖様を大事にする信仰があります。これが一緒になって、この雨季が終わった7月15日にいろんな人にご供養をしましょう、施しをしましょう、おもてなしをしましょうという行事、お盆が行われるようになったんです。このお盆の期間にご供養することで第7世まで遡ってご先祖様を供養できるとされていますし、生きとし生けている私たちの父親母親の寿命が延びるなんていう話もあったりします。ということで、自分の先祖が仏様の世界に行けるようにたくさんお供え物をしてご供養しましょうね、というのがお盆なんです。さあ、ざっと話してきたお盆について、まあこれは宗派によって、地域によって、また神道の人もいます、すごく差があると思います。ベーシックなもの、そしてしっかりやるならばというお盆の行事のやること、ざっと挙げてみました。まあお盆ってご先祖様を供養するプラス、いろんな人に施しを与えるという期間でもあります。自分の例えば席を譲るとか、おばあちゃんに電話一本するとか、優しい言葉をかけるとか、それも施しでございます。そういう施しをすることで自分の修行になるので、まあ、お墓参り、ご先祖様参りに加えて、ちょっといつもより人に優しくしてみるっていうのもいいのではないでしょうかってお坊さんが言ってました。はい、以上みほとけでした。ナム。